霧野俊明明治10年9月24日は、日本の武士、陸軍軍人、忌み名は俊明、通称は、半次郎、霧野に複製後は新作、はじめ中村半次郎と称した、幕末の四王一霧野一人、霧野俊明の書と伝えられる家系塾など複数に、鎌倉という画号が記されている。天保9年12月2日、鹿児島郡鹿児島近在吉野村実方で、 城下市の中村洋右衛門の第三子として生まれる。五人軽子弟前で、上から、兄、余在門国明、姉、半次郎俊明、弟、山内左在門四国、妹の純別府新助は、母方の重帝、肝付金行男爵とは、隕石関係にあり、健康のジップ、金武は、俊明戦手後、残された家族を貢献するとともに、伝記を表した。 妻は、調査小右衛門の次女、久。戸跡上、年明には、実施がなく、死後、明治11年に、久が家督を相続し、明治18年に、実弟の長男、山内坂江熊が、養子入籍している。家計は、坂上借田麻マロに起こると称し、安土桃山時代、島津義久の家老、平田蔵州を暗殺した、押川剛義表への道案内をした。 霧の黒労門の城の末裔という、10歳頃、広志式座の下領であった父が徳之島に流罪に、処せられ、過六五国を召し上げられた後は兄を助けていたが、18歳の時に、兄の病没後は、小作や開墾畑で家計を支えた。2歳時代に、岩見半兵衛に決闘を申し込まれ、それを論難して、以来、岩見が属する神の園方源の郷中の死と信仰を結んだ。 ちなみに、このご中には、寺田屋事件の陳武士となった、奈良原茂や抵抗して死んだで島る隆介など、聖中組の死が多くいた。半次郎が、最も親しくしていたのは、で島る隆介だったという、中村半次郎時代の写真。隣の女性は、京都市場、村田園館店の娘で、桐野の恋人であった、村田里、文久2年3月、島津久光に従って、状況、 因付きの主営となった。直後の寺田屋事件には、知り合いが多く関わっていたが、直接関係しなかった。しかし、人武士となって、郷仲仲間を切った、奈良原茂とは、以降、距離を取った。この年から、翌年の撮影戦争頃までは、寺田屋事件に関わりながら、謹慎で済んだ三島、道常と行動を共にすることが多かったようだ。やがて諸国の志士たちと広く交際し、 東枠を唱えるようになり、同時に、カロ小松清廉から特に愛されて引き立てられ、西郷隆盛など、藩の重臣からも徴用されるようになった。多藩士や老人との交際については、主営となった陰宮家の家臣で、安政の大国に連座し、東枠派に徹していた、伊丹倉人の影響も考えられる。源氏元年4月16日、土佐の山本頼蔵の落葉日記に、 当日一式よし、札の木持喜十重中村半次郎に会うて問答のよし。この両人は随分正義の趣むきなりとある。池田屋事件直後の6月14日、大久保利道宛の西郷高森所管には、中村半次郎は、忘客の中へ入って、聴衆判定にも出入りしているので、聴衆側の事情は、よくわかったとあり、続けて、本人が、徴収国元へ踏み込みたいというので、 小松立脇と相談の上、脱藩したことにして探索させることにしました。本当に脱藩してしまうかもしれないが、帰ってきたら役に立つだろうとある。しかし、5日後の西郷書館には、中村半次郎を長州へ行かせたが、反社会で止められ入国できなかったとあって、当時の状況では、京都判定はともかく、長州本国へ薩摩藩士が入国することは不可能だったと知れる。 この頃から、長州よりの考えを持ち、薩摩と長州の和解を策して、動こうとしていたらしいことが伺えるが、結局長州は暴発し、禁門の変となった。禁門の変においては、一薩摩藩兵として、長州勢と戦わざるを得なかったようであるが、積極的に戦っていたという話と、極力戦闘を避けて、長州人を助けたというような話と、正反対の証言が残っている。 この年の11月26日、小松精霊の大久保と道屋手所管に中村半次郎が兵庫入塾を願っているので叶えてやってくれないかと記されている。つまり、神戸海軍総連署に学びたいと希望していたことになるが、翌年には閉鎖となるので、実際に学ぶことができたかどうかは不明である。また、同年天狗党の乱に際して偵察に赴いたことも、 12月7日付小松、清廉の大久保利道宛所管に見える。これは、半次郎が小松清廉に嘆願して実現したことだったという。合図班長記録には、佐州中村貞十郎とも、慶応元年3月3日、土佐脱藩の土方久本、開店実期に、中村半次郎、方。この人根に、正論家。倒幕の儀を勝ること、最烈なりと見える。慶応二年二月。 長布藩士、三好晋三は、寺田屋事件後、薩摩藩邸で静養する、坂本龍馬を、毎日のように見舞った主要薩摩藩士の一人として、藩次郎の名を挙げている。同年4月、京都の薩摩藩邸を訪れた川田シャオロ論は、近藤長次郎が死去した事情を、藩次郎から聞いた。慶応3年3月には、伊集院金次郎と共に、 太宰府の三条ミミラ五郷の下を訪れ、長州藩士、木戸高義や中岡慎太郎などと信仰を温めた。5月には木戸に頼まれて、馬館から山形京介、鳥尾小屋田を京都の薩摩屋敷まで伴った。同年9月3日、薩摩藩で陸軍教練をしていた、後部が大派の軍学者、赤松小三郎を幕府の密定として、白昼暗殺した。現在、 小説の題名から、人切り半次郎と言われることがあるが、実際に記録がある暗殺は、この一件だけである。また、同年10月に、坂本龍馬が暗殺された際には、犯人探しや、海援隊、陸援隊との連絡などに奔走し、葬儀の直後、龍馬の老いの高松太郎や坂本聖次郎と一緒に、墓参りをしている。御両英師となっていた、高台寺等の伊藤杵太郎らが、 新選組により殺害された際には、逃げてきた残りの大使を、薩摩藩邸にかくまっている。かつ海修は、海南独の慶応三年田んぼを密告において、慶応三年、京都で政局を動かしていた、薩摩人八人の一人として、西郷、大久保、小松などと肩を並べて、半次郎の名を挙げている。ただし、大事を決しているのは、西郷、大久保と長州の木戸の三人で、 半次郎たちは、これに賛同して助力しているに過ぎないとしている。幕末京都時代に最も親しかったのは、伏見で戦死した伊集院金次郎、上野で戦死した肝月十郎、そして長山八一郎だったが、異色の友人として大政奉還憲白書に手を入れた中井博氏がいる。母親戦争では、城下一番正体に属して、伏見の戦いで、五皇宮に戦い、皇を持って、 の小頭見習いを務めた。東西大層徳深三棒、西郷隆盛が東海道先方隊を率いて、先発登場した際、上下一番小隊隊長に抜擢されて、駿府、小田原を占領した。2月27日、西郷は中村を小田原まで来た、林王寺宮公元法新郎のもとに派遣し、正常の自由を尋問して随従してきた諸藩兵を撤退させた。後、 静岡での西号と山岡鉄州の階段に立ち会ったとされる。ついで江戸に登り、西号と勝海州との階段に同席したと言われ、上野の将棋隊との戦いにも、西郷式の元黒門口攻撃に参戦した。この戦いの後、河野史郎左衛門を伴っての湯屋からの帰りに、神田三河町で一刀流の剣閣、鈴木隼ら三人の刺客に襲われ、一人を霧撃退したが、 左手中指と薬指を失った。この傷は悪化したようで、半次郎は横浜軍人病院で療養し、7月23日には、薩摩の国学者で、歌人、八田智則の見舞いを受けている。同年8月21日、大宗徳府直属の軍艦に任じられ、鹿児島、宇都宮野に反兵を率いて藤原口に派遣された。9月1日に、大内に到着し、 ア津若松攻略のための軍議を主催し、土地原進撃を部署した。翌日から4日にかけての関山の戦い、9月5日から8日までの若松南部の戦いを経て、若松城上近郊へ進出。9月10日、伊地地正春、板垣大助、山形有友らと軍議し、工場の分隊区域を定める。この際、指揮下の藤原口部隊は、城の南西部が割り当てられたが、 実際に部隊が工場船に参戦したのは9月14日であった。9月22日、合図反抗服後の会場の式では、官軍を代表して、城の受け取り役を務めた。イギリス公使官の通訳官だったアーネスト佐藤は、外国事務総督、東、プゼミチトミ及び、神奈川県知事、寺島宗則が、各国公使と会見した席で、合図若松会場の知らせを受けたが、同時に、 城の受け取りに行った、中村半次郎は男泣きに泣いたと聞いたことを書き残している。この時、半次郎本人が涙を禁じ得なかったと語っていたといい、また半次郎が上中の会津藩士に親身になって接してくれたことを写し、後に松平片森は人を介して宝刀を送ったという。片森から半次郎に送られた宝刀とは金銀作りの大小で昭和初期、 小古修正官にあったとも言われている。明治二年、鹿児島常備隊が作られた時、第一大隊の隊長となった、同年六月二日、前年の軍港により、小天六二百国を賜る。同年、六月十七日半赤奉還の日の日付で、鹿児島から、東京の大久保敏道、吉井智美宛に、中議校のご一校は、県知事になるのは辞退して、大屋松奈義に任せたい。 ということで、藩主をそのまま、県知事にするという中央の方針に反する、難しい事態に、鹿児島ではなっているという報告を書くなど、この時期、鹿児島と中央をつなぐ重要なパイプ役になっていた。明治4年、廃藩地県に備えて、西郷隆盛が兵を率いて上京した時、大体を率いて従い、御新兵に編入された。同年7月20日、兵部省出資となり、 28日、陸軍少将に任じられ、同時に15位に助せられた。同じく7月、年明は、函館に視察を命ぜられた。帰ってきてからは、札幌に鎮台を設置する必要を上進した。これが、後の屯田兵設置の講師となった。明治5年3月、鎮税鎮台の司令長官に任命され、熊本に赴任した。同年7月、 前年に起こった宮古島,島島民遭難事件の結果、宮古島島民多数が台湾で虐殺されたとの報告が鹿児島に届き、鎮税鎮内鹿児島文営の河山助の利尚佐は、司令長官の年明に報告するため、25日に鹿児島を出発して熊本に至ったが、あいにく俊明は広島文営に出張中だったため、単身上京し、 この件について河山が年明と直接話したのは、11月になって年明が上京した時だった。同じく7月の廃藩地県の後、9月になって、これまで、李氏朝鮮との外交を担当していて、鎮税鎮代管轄下にあった伊豆原県が、伊万里県に吸収されて消滅し、対朝鮮外交を外務省が担当するに伴い、総領和館接収の必要が生じた。年明は、 鎮税鎮大司令官として、軍艦春日丸では艦へ向かう外務大、進む、花房吉室につけて、鎮税鎮大津島文英駐屯兵を送り出した。この時、カスガマには、花房に同行する、陸軍中佐、北村茂より、道正佐、河村洋とも、加えて、偵察のため、陸軍大意で俊明のいとこ、別府新助、後に評論新聞を創刊する俊明の友人、 エビハラ・アツシュが乗り組み、和官に滞在した。同年11月に徴兵令が発布された時には、賃税賃代での経験から批判的であったと言われる。明治6年4月、陸軍裁判所所長を兼任し、6月25日、正五位に助せられた。同年10月、明治6年政変で、最後が下アするや、辞表提出して帰京した。詳細は、 西南戦争を参照鹿児島坊と出陣図、月岡義俊が官軍と西豪軍の激突を描いた浮世絵、桐野俊明の名前が中央付近に見える。明治6年11月、鹿児島へ帰った桐野は、鹿児島軍吉田豪元城村浅宇都谷にある旧武山の原野を開墾して、火を過ごした。明治7年、辞職軍人有志の発議で、 鹿児島の青少年の教養のために私学校が作られた時、篠原国本が渋滞学校、村田新八が包帯学校、商店学校を監督し、桐野は翌年作られた吉野開墾者を指導して、率先して開墾事業に励んだ。同年の台湾出兵の後、石川県氏族、石川九郎、中村俊次郎が桐野を訪ね、 明治6年政変及び台湾出兵の内情について質問した時の応答、霧影先端が新聞、日本及び西南紀伝上官に残っている。明治10年2月6日、火薬庫襲撃事件、中原久雄の最後視察計画を聞いて開かれた、私学校本校での代表議は、霧の主導で議論され、大軍を率いて北上することに決した。出兵のために、 池上史郎が防兵、篠原国元が舞隊編成、村田新八が兵器の調達整理、長山屋一郎が新兵協連、霧野は各種軍備品の収集調達を担当した。二月十三日、代替編成が行われ、一番代替揮長に篠原国元、二番代替揮長に村田新八、三番代替揮長に長山屋一郎、五番代替揮長に 池上史郎、6番、7番大隊連合指揮長に、別府新助が選任され、桐野は4番大隊指揮長となり、総指令を兼ねた。2月20日、先発した別府新助の部隊が川尻に来し、熊本鎮台偵察隊と衝突し、西南戦争の実戦が開始された。22日、相次いで到着した殺軍の大隊は、熊本鎮台を包囲攻撃した。キリノは、 池上と共に正面軍を指揮したが、熊本城は、健城で、すぐには落ちなかった。本営軍儀で、桐の篠原らが主張する、全軍古城論と、池上四郎、野村押し西郷小平らが主張する手術の分身論が折り合わず、軍儀が長引いている間に、政府軍の第一旅団、第二旅団の南下が始まった。これに対処するために、熊本城行為を池上に任せ、 長山に海岸線を抑えさせ、篠原が田原に村田、別府が木止めに進出し、桐野は自ら、山賀正体を率いて山賀に向かい、政府軍を攻撃して、高瀬を占領しようとしたが、互いに勝敗あって戦線が到着した。3月20日の田原の戦い、4月8日の安政橋口の戦いで敗れ、4月14日、札軍が熊本城の囲みを解いて、 小山に退却したとき、野は、殿となり、日本儀で、退却軍を指揮した。4月21日、殺軍は、矢部浜町に退却し、西郷、桐野、村田、池上らが軍議して殺軍日の3終番挙をなし、気を見て構成に転ずると方針を定めた。4月27日、人吉まで退却した西郷らに続き、桐野は、高台まで退却し、 再びここで軍議して、諸方面の部署を定め、新たに編成した中隊を各地に派遣した。以後しばらくキリノは、人吉本営で指揮していたが、戦況が不利と見て、軍を立て直すべく、宮崎に赴き、5月28日、宮崎市長を、軍務所と解消して、根拠地とした。人吉陥落が、間近に迫ったので、池上に護衛された西郷をここに迎え、本営とした。 ここでは、桐野の命で軍票が作られ、逼迫した軍の財政の立て直しが試みられた。6月、桐野は宮崎本営で諸軍を指揮した。7月24日に村田式部隊が都の城で大敗し、7月25日に始まった宮崎の戦いが31日に敗れると、桐野は西郷を追って高鍋に赴いた。8月1日、桐野は佐渡原で敗れ、 政府軍に宮崎を占領された。8月2日には高鍋で敗れた。8月3日、桐野は平岩村田は不幸新町、池上は延岡にあって諸軍を指揮したが、秘密の戦で敗れた。8月13日、14日、桐野村田池上らは長井村から来て延岡進撃を部署し本堂で指揮したが延岡の戦いで別道、 第2旅団、第3旅団、第4旅団、新鮮旅団、第1旅団に敗北し、延岡を総退却して、和田峠に寄った。8月15日、和田峠を中心に布陣し、政府軍と西南の約最後の大戦を試みた。早朝、西郷隆盛自ら、桐野、村田、池上、別府らを従えて、和田峠頂上で指揮したが、大敗して、延岡の回復はならず、 長江村へ退いた。これを追って、政府軍は長い包囲網を作った。8月17日夜12時ごろ、西郷に従い、江の竹を特化恋した。特化恋軍は、精鋭300から500名で、全軍は、河野朱一郎、辺美十郎太、中軍は、桐野、村田新八、五軍は、中島武彦、木島清が率い、池上と別府が、約60名を率いて、 西郷を警護した。この後、宮崎、鹿児島の山岳部を踏破すること十四日、未退を経て、鹿児島へ帰った。南州墓地、霧野の破壊し9月1日、と過去した殺軍が鹿児島に入り、城山を占拠した。一時、殺軍は、鹿児島城下の大半を制したが、上陸展開した政府軍が9月3日に、城下の大半を制し、9月6日には、 城山包囲体制を完成させた。9月19日、桐野に内緒で山、野田和助、河野朱一郎が西号9名の軍師となって、三軍、河村住吉の元に出向いたとき、野は激怒したと伝えられる。9月24日、政府軍が城山を総攻撃したとき、西郷隆盛、桐野、桂久武、村田新八、池上四郎、別府新助、 ヘ見十郎たら四十四名はほら前に整列し、岩崎口に進撃した。途中で、西郷が被弾し、島津大きく能低門前にて、別府の解釈で自決すると、ひざまずいて、西郷の自決を見届けた、霧野らはさらに進撃し、岩崎口の一塁に籠もって交戦するも、味方は相次いで銃弾に倒れ、または差し違え、あるいは自陣した。霧野は類にこもって優先したが、 期待を打ち抜かれて戦死した、去年40、明治10年2月25日に、安在所た第4号で官位を地脱され、死後、俗軍の将として偶されたが、大正5年に、正五位を追贈されて、名誉回復した、鹿児島英明セ理、桐野敏明、ありがとうございます。